やっほー。今日もまた調子に乗ってるビデオを立て続けに作ろうと思います。なんでかって言ったら、昨日のなんか私が雑談しとるビデオをまた載せたいよっていうシェアをインスタグラムのストーリーで載せたいんよ。そしたらな、ある友達がな、ともみのビデオをなんかたまに見るんよって言って、なんか仕事辞めたくなった時とかに見て、癒されるんや。私ちょっと美化しとるかもしれん、それ。癒されるんやとまでは言ってないかもしれんけど、なんか言ってくれた子がおって、すっごい嬉しかったんよ。で、なんか私のさ、YouTube ってなんか10人ぐらいしか見てなくて、視聴回数とかもさ、ほんま10回とかなんだけど、その10回のうちの1回でも、そういうなんか、こう、人がおるんじゃと思って、世の中に。すごい嬉しかって、だから調子乗って私、まだビデオ撮るまーす。でな、今日は何の、ちょっとナイちゃんやめてくれる？今日はね、何のビデオを撮ろうかと思う、言うと、そうそう、なんで私がジャマイカにおるかっていうビデオね。で、私がジャマイカを選んだ理由っていうビデオは、前にね、またそれも長々とダラダラとまとまりのない、だらだら30分くらい話したビデオを作ってて、それも載せてるから、まあ、興味がある人は見て、まあ、全然わけわからんこと言ったんだけど、今日は、なんでジャマイ、そもそもなんでジャマイカを選んだかっていうね、ビデオを。っていうのは、なんか、昨日のビデオでも言ったけど、そのオンラインで、日本人の人とな、仕事したりとかして、その話す機会が結構あるよ、最近。で、ジャマイカにいますって言ったら、なんでジャマイカなみたいな。結構聞く人が多くて、まあ気になるのかな。だから、まあ、そういうの話したことなかったから、ちょっと話してみようと思って、話しますね。はい、じゃあ、なんでジャマイカに来たかね。で、まあ、いろいろ、はしょって話すよ。だから、またダラダラと30分もビデオ撮ってしまうから、私、はしょらんと。もう、はしょろと思って撮らんと、またダラ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 喋っちゃうから、結構、はしょって喋るよ。サクッとね。なんでジャマイカに来たかっていうと、私はちっちゃい頃から黒人の文化にすごいなんか憧れがあって、憧れっていうか興味があって、で、なんか、黒人の音楽とか、あー、ダディに怒られるよ。ナイちゃんがこれ、ダディのね、ガンジャスペーパーを全部出しちゃった。ダメよ。はい。それで、ジャマイカはね、黒人の文化に興味があって、なんかちっちゃい頃に黒人の音楽のステージを見に行ったっていうのとか、あとは中学校の頃に英語化社会の授業で、キング牧師のについて、教科書に出てきたのに、なんか興味があったのかな？そういうのかなって、なんか大人になって振り返ったらそうだったのかなって思うんだけど、興味があって。で、高校生ぐらいになったら、ヒップホップとか R&B とかレゲエとか、そういう音楽に興味が出始めて、ファッションにも興味が出始めて、それで、そんな感じで。なんかね、アメリカの黒人というよりかは、アフリカ人っていうかね、アメリカの黒人文化というよりかは、アフリカの文化にすごい興味があったよ、私は。で、それでアフリカに漠然とね、住みたいなって思っとって、23歳の時にあることがきっかけで、ケニアに3ヶ月滞在したことがあったんね。で、その3ヶ月滞在した時に、ああ、邪魔がないわ。アフリカにやっぱ住みたいかもって思って、で、まあ3ヶ月経って帰って、日本に帰って、で、またアフリカに戻るつもりだったんよ。でも戻って、こう、本腰入れてさ、住む前に、なんかこう、音楽とかに興味あったね。レゲエの、ラスタマンとか、ラスタマンが食べるアイタルフードっていうのがあるんだけど、なんか、日本語で言う多分精進料理とか、ね。英語で言ったらビーガンとかね。そういうのに、興味があって、それで、あ、じゃあアフリカ行く前にちょっとジャマイカでも行ってみるかと思って来たのがきっかけ。で、それは、2016年の3月末に来て、4月末に日本に戻ったから、1ヶ月間ね、来たんだけど、それ一人で。で、それはね、なんで来たかっていうと、あ、そうそう、それもうほんまに、あ、ジャマイカ行ってみようと思って、
ほんまに軽い気持ちで、なんか深く考えずに来たんや。そう。で、その1ヶ月間どうやって過ごしたかって言ったら、Workaways っていう、Work ね、働く W-O-R-K と Away ね、A-W-A-Y の Workaway.com っていうウェブサイトがあって、それは何かって言ったら、あの世界中で、日本ではあんまりポピュラーじゃないんだけど、世界中で、あの、ボランティア を募集しとるホストの人と、ボランティアに行きたい人、そういう、まあ、あの、バックパッカーとかね、あの、コストを削減して、その宿泊代とか、ご飯代とかをさ、あの、コストを下げて、旅したい人とかね、ボランティアをする代わりに、宿を泊まらせて、みたいなね。っていう、そういうマッチングアプリみたいなのがあって、マッチングアプリっていうか、そうです。自分でこう、リストがあるよ。いっぱい。ジャマイカにはこういう場所があります。こういう場所があります。ジャマイカじゃなくても、例えばアフリカとかアメリカとかどこでもあるんだけど、それが、その、ワークアウェイっていうウェブサイトになぜかこう、ずっと検索しとったらたどり着いて、それで、その、この、今ここにあるお家の歩いて5分ぐらいのね、ところ、同じイーデンっていうコミュニティの中の、ゲストハウスをしとる、女の人。その人はね、ジャマイカ人じゃなかったんだけど、黒人の、ハイチ系のカナダ人。で、キューベックに住んでるからね、カナダのキューベックに住んでるから、もともとまあ、ハイチっていうのもあって、フランス語を喋る人だったんだけど、まあでも英語も喋っとったね。もちろんね。喋ったので、その人のところにボランティアとして行った。で、まあ、ワーカーウェイはそのボランティアでお金を払うところもあるよ。宿代。でも安くて、まあ、例えば1日、普通ホテル取るんだったらさ、50ドルとかかかるところを、なんか、まあ、10ドルで、あの、ご飯も出すよ、な、全部するよ、みたいなね。とかね。あー、食べちゃいけないなっちゃう、それ。まあ、ね、そういうところもあるんだけど、私が選んだところは、あの、本当に0円で、本当にお手伝い、ゲストハウスの手伝いしたり、あの、ちょっとしたなんかこういう、こういうさ、ちょっとした、あの、お店の、お手伝いとか して、それでもご飯とかも全部出してくれて、みたいなところに行ったん。1ヶ月ね、滞在しますって言って。で、来て、そしたらその、イエローバスっていう場所だったね。あの、何？イエローバスっていうさ、古びたバスを改装して、お店、バーみたいな感じにしとるとこだって、イエローバスね。イエローバスがある、その横で、カールがカーウォッシュしとったんや。その時も。で、だから初日に出会って、で、なんで恋に落ちたかは、またビデオ撮る中あるとこ、恋に落ちた話。まあそんなこんなで、あの私は今、そのままジャンプ、そのままっていうかその1ヶ月で、でももうカールと出会っとってその1ヶ月で大好きになって、で1回帰って、もうその年の2016年の4月末に日本帰って、11月にもう1回来て、そこからずっとジャマイカにいますね。そんな感じだから、なんでジャマイカ選んだんって言われたら、もう、レゲエが好きだったとか、黒人文化に興味があったとか、ラスターの文化に興味があったとかかな。でもそこまで私はその、めちゃくちゃ、あの、キングストンに行くほど、別にそこまで、あの、コアなファンじゃないっていうか、好きなんよ。レゲエも好きだし、好きなんだけど、そこまで音楽にどっぷりな感じじゃなくって、まあなんとなく、そうそう。だからすごい珍しいと思うんですよ、私みたいなタイプは。ジャマイカに来る日本人はもうほとんどレゲエが大好きで、例えばレコードを探しに来るとか、ダンスホールのね、ダンサーとして、その、修行しに来るとか、そういう人が結構多いんや。だからキングストンにはね、日本人結構おるんだけど、私はね、そういう感じじゃなくって、だから、モベだったし、うん。でも、そうそう、でもそれでたまたま選んだ場所がここでほんまに良かったなって、治安もいいっていうかね、別に日本と比べたら良くはないんだけど、でも、ジャマイカの中では割とこう、ピースフルな場所だし、
自然もいっぱいでいい場所を選んだなって思ってる。そうそう、そんな感じで、じゃあまた今度カールと2人で私たちがなんでこう出会って、どうやって出会って、どうやって恋に落ちたかっていうビデオを、誰も興味ないかもしれんけど撮ろうやって言っとるからまあその時ね、またじゃあね、バイバイ。なあちゃん、ちょっとバイバイして、カメラに向かって。バイバイは、アバアバアバじゃなくてバイバイでしょ。バイバイ、チュチュチュー。